直行型荷卸しロボットは、荷物を自動認識し、30キロまでの重たい荷物を下ろすことが可能で、物流現場の作業効率化に大きく貢献します。またロボット化への不安を解消する3つの特徴があります。1つ目は600個毎時間の高速処理。事前の荷物登録が不要で、高速で自動認識し荷物を下ろします。また同時に2つ下ろせると判断すれば、一度に2つの荷物を下ろすことが可能です。2つ目は小スペース。前後左右上下に動くアームでコンパクトな構造。機械内部でアームが動くため安全柵も不要です。3つ目は東芝独自の2面保持機構により、荷物を引き出すことで誤開封や底抜けを防止し、重い荷物も丁寧に下ろします。適用分野としてソーターへのケース投入作業の自動化、自動倉庫からのケース出庫など、物流現場の生産性を向上させます。